カブレール賛美チームの賛美心から感謝いたします今日私はヨ,ヨハネの目白く発章中3節の御言葉を通して地に住む人に災いが来るという題名で御言葉を語りたいと思います地に住む人に災いが来る、えー、先週は、えー 外で屋外礼拝をしたんですけれどもコロナウイルスのせいで長い間集まって何もすることはできませんでしたけれども久しぶりに皆さんが外で集まって楽しい時間を過ごせたと思います。今日私は3週間前に語った御言葉を 御言葉に続けて見ていきたいと思います。今日は地に住む人に災いが来るという題名で御言葉を語ります。3週前に語った言葉について説明をしてみたいと思います。ヨハネの目視録にはあらゆる災いが記録されています。7つの印の災い、またラッパの災い、また7つの皿の災い、 大きく3つの災いが出てくるわけですね。その災いを見てみると、まず1つ目、2つ目、3つ目の災いになって、そして7つ目の印の災いが、だった災いに来た、その時が来た時に、いきなりラッパに変わるわけですよね。 ですから7つの印が7つのラッパに変わります。7つのラッパの災いに変わるわけですね。そしてその災いが1、2、3、4、5、6。7番目のラッパを吹くときに最後のその災いが8の災いになりましたよね。そしてそこで1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。 5つ目の災い、そしてよ6つ目、7つ目の災いが来るわけです。今日は災いについて見てみるわけですけれども、地に住む者に災いが来ると語っています。3つ,目の,3つの災いが来ると語っていますね。災い、災いと。3つの災いが来るわけです。まず、えー 5つ,の5つ目のラッパーが最初の災い、そして6つ目のラッパーが2つ目の災いです。しかし、7つ目のラッパーは直接的な災いがないわけですから、最初の8の災いから7つ目の8の災いまで全ての災いが入っているわけです。 ですから7つ目のラッパというものは3つ目の災いすなわち最後の災いについて語るわけですこの最後の3つ目までこの3つの災いというものは他の災いとは比較することができない大きな災いであると語っていますですから私たち信徒はこの災いを受けてはいけません災いから逃れなければいけないわけですどんな災いがあったとしても例えば 1>, 1つ目から6つ目の封印また1つ目から4つ目のラッパが過ぎるわけですけれどもその災いと比べることのできない災いが来るわけですまず最初の災いは目視録9章1節から11節に記録されていますね目視録9章1節から11節の見言葉を通してみると1つ目の災いそして 目視録の9章13節から11章13節までに見ると2つ目の災いに記録されていますね。1節から11節。1節から11節に出てきますね。イナゴの災いです。そして13節からを見てみると2つ目の災いが出てきます。ユーフラテス側に起こる出来事について。そして3つ目の災いが最後の審判であります。 では、私たちはこの災いを3つの災いをどのように逃れるべきでしょうか？その災いが、えー、災いを受けるものの、対象について記録していますね。今日の本文を見ると地に住む者と記録されています。私たちが肉体的に、えー、この世の中に暮らすという意味ではありません。霊的なことを意味しているわけですよね。なぜならば。 天に住む者がいれば地に住む者がいます。天に住む者と語っていますよね。天に住む人はもう死んでから言っている人のことを言っているんですかそうではありません。これは霊的な信仰の状態を意味しているわけです。地上のレベルにあるのか、または天のレベルにあるのかということなんですね。では、地に住む人というのはどういう人なのか、しっかりと悟らなければいけません。そうしなければ逃れることはできないわけですね。 今日私はこの地に住むものというものについて見てみたいと思います。この地に住む,住むという単語がカトイケオという単語です。カトイケオこれは家を建てて永久的に暮らすことを意味しています。永久的に暮らすこと。このカトイケオという単語の中に追い越すという単語が入ってくるわけですね。入っています。 追い越す追い越すというのは家という意味があります家です家を建てて永遠に暮らすという意味がこのカトイケオという単語の意味なんですねですから地に住む者というものは何どういうことかというと神様は聖書で何とか語っていますか聖書ではこの神様を信じる者はこの世の中で永遠に暮らすのではなく旅人として暮らすわけだと旅人として 気流者としてこの地上に暮らして結局は天に行くものであると語っていますよねしかしこのカトイケオという地に住むものというのは天ではなく地上に暮らす人のことを意味するわけですヘブル11章13節に記録されていますよね信仰のあるものは外国人であり気流者であると語っていますよねヘブル11章13節に地上では旅人であり気流者であると アブラハムの父は誰ですかアブラハムの父は、えー、テラですよね皆さん覚えてますよねテラ。テラはどんな人でしたかハランでカナンの地に行くのを拒んだ人です。カナンの地に行くのが目的なのにもかかわらず、ハランという場所が住むにふさわしいと考えて、あ楽しい、ここに暮らそうと、そこで泊まったわけです。 結局、カナの地に行くことはできず、その原の地に、えー、住んだわけですよね。そういう人がこの地に住むものということです。また、バビロンの捕虜に捕虜として連れて行かれました。しかし、クロス王が、えー、ユダヤ人はもう帰れと、えー、解放しましたよね。しかし、5万人しか行き,行きませんでした。残りの数百万人はどこにいたんですかバビロンに暮らしたわけです、バビロンで。 そこで家を建てて暮らすわけです。そういう人が地に住むものですね、皆さん。例えばですけれども。ですから、そうやって暮らしてはいけないということです。信徒は、この世の中に永遠に,住む,ことのように住むもののようにしてはいけないと。いつも天に戻るものなんだということを考えながら暮らさなければいけないということです。では、地に住む人というのはどのような人たちなのか、具体的に見ていきたいと思います。まず一つ目に、 最後の災い最後の観覧の試練を受ける者たちであります。目視録3章10節を見るとあなたは、えー、忍耐についていた言葉を守ったから私も地上に住む者たちを心みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと語っていますね。ここを見ると地上に住む者たちを心みると語っています。 これは全世界に来るものであると語っていますよね。全世界の人に最後の大観覧、苦難の時が来ると語っています。しかし、御言葉を守る者には神様が守ってくださると約束されているわけです。この守るというのは試練に合わさないという意味ではありません。試練にあってもそれを通過することができるように。 恵んでくださるとといいうことを意味しています大観難が来る前に、最後の苦難が来る前に、教会の信徒は天に上るんだと、変化するんだと、そうやって考える人も多くいるわけですけれども、それは間違っている解釈であります。このあなたを守ると、忍耐についていた言葉を守る者に与えられるその守りというものは、 えー英語で Keep と語っていますよね、Keep と、ね。試練に合わせないという意味ではありません。地に住む者は皆全世界の人に与えられる試練であります。しかし、試練に打ち勝つ勝利を与えてくださる守ってくださるということを意味しているんですね。また2番目に、地に住む者は殉教者の血を流す人であります。殉教者の血を流す人。 殉教者の血を流す人だと目視、目録6章、10節に記録されています。目録 6, 6章、10節彼らは大声で叫んでいた、聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなされないのですかと語っていますね。これは天の祭壇,で祭壇のもとにいる殉教者たちです。殉教者たちが神様に向かって言うわけです。抗議するわけです。 いつまで私たちの血の復讐をなさらないのですかと。血に住む者を早く審判してくださいさばいてくださいと語っているんですね。血に住む者には、殉教者の血の復讐が与えられるということを語っているわけです。では、この血に住む者がすべて殉教者を殺した者たちですかそれは違うわけですよね。どういうことでしょうかまず この人たちはカインのような人たちであります。カインのような人たち。カインが最初の殉教者、人類初の殉教者であるアベルの血を流したものですよね。ですから、アベルというそういう殉教者の血を流した人がカインであります。カインが第一番目の殺人者です。その カインについいてて何と語っていますか第一ヨハネ3章12節を見ると、えー「カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう自分の行いは悪く兄弟の行いは正しかったからです」と語っていますね。第一ヨハネ3章12節になります。憎みによって殺したわけです。他の人が他人が、えー、正しい行いをしたときに 拍手して褒めていかなければいけないものを自分が腹を立てて殺すわけですよね。会員は人殺しして、また憎むものだったと第1予判3書15節に記録されています。兄弟を憎む者は皆人殺しであると語っています。憎むだけでもその人は殺人者だと聖書は語るわけです。ですから憎んではいけません。愛を持って歩まなければいけません。 ただ神様すべての人が神様の形にかたどって作られた神様の子供たちなわけです。そういうものたちを憎むことは決して行ってはいけないわけですね。で、この殉教者の最高の代表者は誰かというとイエス・キリストです。イエス様が殉教者の代表。すべての人類のために死なれた方であります。目示録1章。 7節を見ると何と語っていますか見よと。彼が雲に乗ってくるすべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ると語っています。イエス・キリストを殺した者たちが見ると、彼を見ると。ではどうやって見るわけですかもう2000年前に死んだ者たちです。これもまた霊的な解釈をしなければいけません。イエス・キリストを信じず、見言葉を拒んだ者。 イエス・キリストを迫害する者、そういうものは皆神様、イエス・キリストを突き刺した者たちであります。ヨハネ8章37節を見ると何とかっていますかあなた方がヨハアブラハムの子孫であることは私は知っていると。しかし何とかっていますかあなたは私のことを拒むために私を殺すのと同じだと。 37節に私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますとしかしあなた方は私を殺そうとしていると。私の言葉があなた方のうちに入ってないからであると語っていますよね。イエス・キリストを拒むもの。そういう人はすべて審判の時にそれを見ることになると語っているわけです。裁きをですから私たちはですね、イエス・キリストのこの御言葉をしっかりと自分自身のものとして、心の中に 蓄えていなければいけません。拒んではいけないわけです。拒んだものはイエス・キリストの血を流したものと同じだと、聖書は語っているわけですよね。じゃあ、黙示録11章8節を見ると、えー、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大道路にさらされると。彼らの主のもその都で十字架につけられたものであると。 霊的に見るとそこがソドムでありエジプトであると語っていますよね地。地上だということです。地に住む者、ソドムやエジプトに住む者たち、それが地に住む者である、土地に住む者である。そして大きな3つ目に、地に住む者というものは2人の承認の死を喜ぶ者であります。 2人の証人の、えー、死を喜ぶ者じゃあ目視録中一1中節を見るとまた地に住む人々は彼らのことで喜び言ってと語っていますね彼らのことで喜び言って互いに贈り物を送り合うそれはこの2人の預言者が地に住む人を苦しめたからであると語っていますよねお互いに贈り物を送り合ったと どれほど喜んだわけですか、皆さん。喜びの祝いながらあ、あいつが死んだと。贈り物を受け,受けなさいと。贈り合うわけですよね。どれほど悪に満ちていますかこの2人の証人が死んだことを喜ぶわけです。なぜですかそれは2人の証人が地に住む人を苦しめたからであると語っています。この2人の証人は何をしたんですか 2人の証人は御言葉を語る使命を持っていたものでした。ですから、神様の御言葉を伝える者、そういう人たちが地に住む人を苦しめると語っているんですね。皆さん、御言葉が私たちを苦しめますか違いますよね。もちろん、自分の心がチクチクされることもあります。しかし、私たちを苦しめるわけではないわけです。 しかし、地に住む人にとっては苦しめられるということなんですね。ですから皆さん見てください。天にいる人は地の罪が罪、が罪について苦しいわけです。苦しむわけですよね。じゃあ、第2ペテロ、2章7節から8節を見ると、また、え、ー 公職な振る舞いによって悩まされた義人ロトを救い出された時この義人は彼らの間に住んでいたけれども不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたと語っています天に属する者というものは地上の罪を見て悲しむ者苦しむ者でありますしかしこの地に住む人たちというものは2人の証人が語ったこの御言葉が彼らを苦しめたと。 あの御言葉は何なんだというわけですよね信じる信徒にとってはこの地上のその暮らしを見て苦しみまた悲しくなるわけですけれどもその反対だということを語っていますまたピリピ3章19節を見ても記録されていますピリピ3章19節を見ると「彼らの最後の滅びです最後は滅びです」と彼らは神の 彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの境は彼ら自身の恥なのだと語っていますね。ピリピ3章19説です。天に属する者は罪を恥ずかしく思うわけです。しかし、地に住む者は罪を彼らの栄光と考えるわけです。自分の栄光だと考えるわけですよね。自慢するわけです。 正反対なわけです価値観が違うわけです。それが地に属するものと天に属するものの違いなわけです。私たちが今このような地,地に、えー、世,界世界で暮らしているわけです。皆さんまた4番目に、えー、地に住むものは獣を崇拝するものです。この獣というものは黙示録13章8節に出てくる、えー 海から上がってきた獣であります海から上がってきた獣黙示録13章8節を見ると地に住む者でほふられた子羊の命の書に世の始めからその名の書き記されていない者はみな彼を拝むようになると語っていますここを見ると2つが2つのことを記録されていますね地に住む者は子羊の命の書に記録 記録されてないものであると。また彼らの行いは獣を拝むものであると語っています。地に住むものは獣を拝むんですね。なぜかというと14節に獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わしと語っていますね。地に住む人は惑わして剣の傷を受けながら剣の 傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じると語っていますですからなぜ地上,にいる人を地上にいる人が獣を拝むのかというと惑わされるからであると惑わされるなぜ惑わされるんですか簡単です自分の欲のせいですね欲のため 自分のや欲のために、えー、惑わされるわけです。なぜならば地に属するものとして地上のことを考えるからです。この獣というものは地の獣ですね。地上の獣です。地,の獣地上の獣が地上に住む人を惑わしてそして獣に拝,め拝むことは。 拝むようにすするわけですこれは偽予言者です。偽言者この、えー、獣はです、ね、地上にいる人を惑わすことが簡単なわけです。なぜならば地から来たからです。また地のものを、えー、求めるからです。欲を持つからです。ヤコブ1章14節15節を見ると、ヤコブ1章14節人はそれぞれ自分の欲に惹かれて。 おび,おびき寄せられて誘惑されると語っています。自分の欲に惹かれるわけです。そして欲がはらむと罪を生み、罪が熱すると、うん、罪が熟すると、死を生むと語っていますね。ですから、玄牧先生もこのように語られました、えー。詐欺を受けるのも、詐欺に遭うのも、自分のせいだと。 欲がなければ詐欺に会うことはないと言うんですね。皆さん、暮らす中で詐欺に会うこともあります。しかし私たちは欲を持ってはいけません。欲を持てばもっと簡単に惑わされるわけです。ですから、地に住む者は地に対する欲によって滅びると語っているわけですね。また5番目に、みだらな行いの葡萄酒に酔うものであります。 示白17章2節を見ると、地の王たちはこの女と不品行を行い、地に住む人々もこの女の不品行のプドーシュニヨと語っています。この,、えー、この女と語っていますよね、この女。世の中の、えー、上にいるこの女と語っています、この女。みだらな女ですね。ですから、この4番目と5番目の、えー、内容を 見てみると欲によってまた情欲によって暮らす者たちを意味しています獣。獣を拝む者、また自分のその不貧困な情欲によって滅びていく者、そういう人たちが地に住む者であると語っているわけですね。しかし。 神様のしもべは神様が私たちの期待にですね、えー、刻印を押してくださるわけです。ですから獣に惑わされることなく、この、えー、みらな欲に惑わされることもなく、御言葉によって満たされると。ですからつまずくこともないと語っています。ですから私たちはこの恵みの時に御言葉をしっかりと受けて神様のしもべとならなければいけません。 神様の御言葉に従順し、神様を敬うものにならなければいけないということです。な例えば、なぜイスラエルの人々をエジプトから出されたのですか出エジプト記発祥、1節を見ると、神様,に、えー、神様を敬う者として使いさせるためであると語っていますよねもう。出エジプト記発祥、1節に。えー 私たちはですね、神様に仕えるものとして、えー、会いままなけければいけません教会に来るときもそうですね、しかし、多くの教会を見ると、どうでしょうか、多くの教会では、自分の欲を満たしたり、自分のために、社会的なそういう地位のためにも、えー、通う人も多くいます。 他の教会にですねそうやってて暮らしてはいいけけないわけです教会はただ神様に仕えて御言葉に仕えるために行く場所であります。もちろん祝福を求めていくのは当たっています。それは正解です。必ず神様は祝福してくださる方であります。それが神様の教えです。家の命の祝福もありますし、この世の中でも多くの満たしの祝福があります。 また健康であったり、いろいろな祝福が私たちは神様から与えられるわけです。しかし、その他にですね、世の中の,え世の,中のえ情欲のために来る人たちも多くいるということなんですね。では、この地に住む者というものは、結局的にえどのような人かというと、死が死ぬことが最後だと信じる人です。死ねばもう終わりだと、それで終わりだと考える人たち。 なぜ獣に惑わされるかというと、この獣はど,うやどのようなことをするかというと、死んでまた生き返るわけです。目視録13章3節であったり、17章8節を見ると、じゃあ13章3節を見ると、頭のうちの1つは撃ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまってその、そして全知は驚いてその獣に従うと語っています。その獣が死んでまた生き返ったために、 そこに惑わされて、えー、驚くわけですね。イエス・キリストが復活したということは信じないのに、獣が生き返ったことを信じるわけです。では結論的に、私たちは地に住むものとなってはいけません。天に住むものにならなければいけません。ではどのようにして天に住むものになることができるのかを見てみたいと思います。それは何かというと、 自分の力では行くことはできません。他人の力が必要なんですね。他人の力が。神様の力が必要なわけです。イエス様はこう語られました。ヨハネ12章、32節を見ると、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せると語っています。引き寄せられるこの力が私たちにも必要なわけです。イエス様が引き寄せてくださらなければいけません。 私たちは地上から上に上げられる、その引き寄せられる、えー、その恵みを受けなければいけません。なんて語っていますかイエス様が地上から上げられると語っています。ですからこれはイエス様が十字架に死んで、そして復活されること。この、えー、地上から上げられるというのは、このヘギリシャ語を見てみると、ヒプソオという単語です。ヒプソーこれは 高い、または焼却するという意味があるんですね。上に上げるということ。ヨハネ12章32節目には2つの意味があるわけです。十字架にかけられるときが上げられることですね。また、それを見てイエス様をあがめることはできること。上げることはできること。それを意味するわけです。 死が終わりではないと死ぬことが終わりではなく死の次にも何かがあるんだとこの死ぬ,死ぬことの次を見ることができる人が天に属する人でありますあ、イエス様が死んだんだなとあメシアだと考えたのに違ったのかとそれで終わってはいけないわけですよねイエス様をあがめることができる時そういう時に私たちを引き上げてくださるということですイエス・キリストをどのような、えー ものとして、どのような方として、信じるかによって、私たちが地上に残されることもあれば、しっかりと信じることによって、天に上げられることもあると語っているわけです。私たちの信じ方次第によって、地上に住むものとなるのか、または天に属するものとなるのかは決まると語っているわけです。私たちはイエス・キリストをしっかりと崇めて、信じるならば、私たちは 神様のところに、イエス・キリストのところに引き寄せられると語っているわけです。ですから私たち皆さんは、イエス・キリストを最高の高い場所に、一番高い父なる神様と信じることによって、全能なるその力が私たちを引き上げて、 天に属する者として、用いられる皆さんとなることを、主御名をもって、心から祝福いたします。そういう時に私たちは、地上のすべての災いから逃れることができるわけです。天に上げられなければいけません。そういう皆さんとなることを、主名を持もて祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。この水曜日、神様のお見舞いに出て、神様の御言葉を聞き、礼拝を捧げ、 言葉をつかんで天に属するものとなることができるよう導かれ心から感謝いたします神様の力がいつも私たちと共にあって天にあげられる祝福が与えられるよう導いてください私たちはこの地上に足を下ろして歩んでいますけれどもしかし私たちの魂はいつも天に向かって歩むことができるよう導いてください生きておられるイエス・キリストと共にこの世の中の全ての 災いを逃れて歩むことができるよう祝福してください。また私たちだけではなく、家族にも、またすべての信徒にも同じ祝福を与えてくださって、神様をしっかりと信じ、イエス・キリストを崇めることができるよう祝福してください。今日も私たちの与えられた恵みに感謝し、献金を捧げます。この捧げる者一人一人を祝福してください。天の扉を開,け開,け開,開いて、 多くの恵みと祝福を与えてくださり、また私たちのすべての祈りの課題が答えられる恵みが与えられるよう祝福してください。祈り通りに応えてくださることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン